ティグレはアルゼンチンのブエノスアイレス州にある自治体であり、ティグレ・パルティードの成長所在地である。大ブエノスアイレス都市圏の北部に位置し、首都ブエノスアイレス市から北西方向にある。2001年の調査による市の人口は3万1,106人であり、パルティード全体の人口は45万9,263人である。ティグレという市の名称は開拓初期の統治で、 トラやジャガーが刈られたことに由来している。市の東部はラプラタ川水系のパラナ川に面しており、観光客や週末旅行者が集まる場となっている。川に並行する形でトレンデラ・コスタが走っており、バスなどでも川辺にアクセスできる。市内には無数の川が流れている。洪水で他の開拓地が破壊された後の1820年、塔の上に町が建設された。 当時は、デラス・コンチャス・パルティードという名称だった。安い宿、高級ホテル、レストラン、喫茶店、軽食屋などの他に、英国式のボートクラブ、数多くのマリーナ、一般的な住宅街、ティグレ市立美術館に代表される、ベルエポック風の拡張高い邸宅街などが存在。近隣のビクトリアには、サッカークラブの CA ティグレが本拠地を置いている。 近年では大ブエノスアイレス都市圏の他都市からティグレに移住する人々が多く見られる。また近年には高額所得層向けの観光業が成長しており、新しいリゾート地の開発が行われて、マドンナのような非規客も存在する。ブエノスアイレス市街地とティグレを結ぶ鉄道路線として、ミトレ線とトレンデラコスタの2路線があり、両路線の各駅から市内全ての場所に、 徒歩でアクセスすることができる。ミトレ線は、レティーロ・ミトレ駅とティグレ駅を結んでおり、10から30分間隔で電車が運行している。トレンデラコスタのマイプ駅は、ミトレ線のバルトロメ・ミトレ駅に隣接した乗り換え駅であり、ミトレ線を経由して、レティーロ・ミトレ駅とデルタ駅の間を移動することが可能。ティグレ・デルタには、公共交通機関として通勤用渡し船、 会場タクシー、フェリーがある。ありがとうございます。